あ、沖縄だ。ここから出て行ってもらえませんか、桐生一馬さん。もうなんか綺麗な人、高島で言ってる意味がわからないな。あ、なるほどね。遥かが出ていく前だ。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間。この養護施設のことも、どういう環境で育ってきたのかも、すべて調べさせてもらった。もちろん、あなたの前の職業もね。職業って呼べんのか、ヤクザって。沢村遥。容姿やスタイルは荒削りだけど、間違いなく逸材。磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて、必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほど、その人の裏を知りたくなるものなの。あ、そうな。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。スキャンダルってさ。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。困ったな、それは。遥かの過去のことか。ええ、人の心ってのは無常なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？はるか！彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。だから。もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって、俺がいなくなることは幸せなことじゃない。よく言った。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。よく言ったって言ったけど、これ過去なんだよな。それがあなたの仕事だと。あんたの仕事タクシー運転手だっていうからな。仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。よく言った。未来は全然違うけど。用事があるので失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。なんだと？どういうことだ。道を極めたっていう割にはずいぶん世間知らずなのね、あなた。お、なんかすごい見切ってるな、キリュウちゃんのこと。女の子一人に夢を見させることすらできない男がカッコつけてんじゃないわよ。はるかは望んでるのか。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。え？あなたがいる限りずっとね。そうなんか。どういう意味だ。なんだと？どういうことだ。私が幸せと聞いたら、子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。え？何にだ。今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。いいやんけ。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。はるか。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。
あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢？あなたにもわかるでしょ？子供たちがいずれ大きくなるためには夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが、彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、すべて私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢？はるかなりたいんか本当に？どうしてそう言い切れるんだ？本当にそれがはるかの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる？簡単よ。私の夢も同じだからよ。それどういうこと？あんたの夢。そう、夢は必ず受け継がれている。今まで一番人から納得できひん言葉出てきたな。さっきまですごい説得力あったのに。で、今にだ第3部前編、沢村遥で後編あるってこと？第1章、夢の舞台裏。夢の舞台裏か、変なところで切っちゃったな今。大阪蒼天堀、ここで一回スカウトされたよな昔。遥か、昔というか未来というか昔か。やっぱりそういう運命なのかな、芸能界的なとこにつながるわけですね。はるかはダンスレッスンだ、わかったぞ。ほら、あれ、サム？ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気ぃ済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。いや厳しい世界だからな本当に。何も知らんけど、この世界何も知らんけど厳しい世界だからな、マジで。そうやない、どういうこと？違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らんほうがええ。はるかって、もうやめたほうがええんとちゃうか？やめるか、はるか、どうなんだ？やめんのか？やるんだな。もう一回お願いします。もしかしてちょっと間違えたかなってなって、あれ才能ないんかみたいな。アイドルだな。ほな、もう一度始めから。ええか、言っとくけど、こんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃ、もうやるだけ時間の無駄や。気合い入れとけよ。はい。はる、4本のラインから流れてくるボタンが、ズンのマークね。あ、やばい、ちょっと。まずいかも。ミュージック的なやつちょっと苦手かもしれない。長押し操作が必要なものあります。なるほど。
やばいな、ちょっと。リズム的なやつは難しい。うん、ゲージが溜まってきます。ライバルと対戦じゃ、ライバルと対戦すんの？何このパワーパフガールズみたいなこのアイコン。うん、ダンスパート。あ、ないないない、さっきと何が違うのこれ。はるかなんか目怖いて。プレジデーアイドルヒート。これな、何あれはないの、ヤクザ殴ったりではせえへんの、はるかが。そういうのじゃないわけね。きついかもしれない。もうきつい。いろいろきつい。何も見れないもん。ボタンしか見れてないもん。さっきのやつなんかもしかして入力できてなかったってこと？これでいいのわけね。さっき L1 押せてなかったわけだ。なるほど。やればできるやないか。よし。ほんなら5分休憩しようか。続きはその後はいいな。5分しか休憩させてくれへんの。まあそういうもんだな。その5分がでかいわけだな。はい、わかりました。最終的にあの人殴るわけだな。歌唱力なんか上がるポイント何もなかったやろ。歌ってへんねんから。おお、どんどん上がるやん。何もやってないのに。どんだけ上がんねん。え？うまくいったよね。そうなんかな。レッスンや仕事をこなすことで、はるかのアイドル能力がアップします。能力には以下の4種類があります。レッスンで鍛えられます。歌唱力ね。主に握手会などの仕事、握手会するんだやっぱり。主にダンスイベントやダンスバトルで鍛えられます。表現力、基礎力、はるかのレベルを上げることでできます。ほう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 。ヤクザ殴ったりはせえへんってことね。極み使ったりせえへんわけね。まあ、別の極みがあるんやろな多分。ああ、はい、今蒼天テレビに出てる。そうです、沢村はるか、うちのタレントです。沢村はるかちゃんです。はい、沢村は今うちの一押しでして。そうです、プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。プリンセスリーグ、またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。はい、なるほどですね、了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？え？あ、お前の方が近いよ、ね、ただいま。まあまあ、なあ、社長、近いてんだろうな。いくらなんでも、あと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて、無理やで。時間がなさすぎる。今更泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年で、時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥かをただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし、勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年、社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。あ、やっぱ何人もスカウトしてたんだ。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構容疑た。
あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、沖田さんも遥のことを思って言うてはるんですし。すごい立場低いんだな。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。ったく、1週間で半年分ってきつくない？半年で基礎はできてるんだろうけど、一生懸命頑張っていきます。口とあれがあって、セリフが。いいか、はるか。言うまでもないけど、できるようになるまで何度でもやる。そうだな、それしかないもんな。曲の最後まで俺の振り付けをマスターするまでレッスン終わらへんで、分かってんな。はい、よし、ほな準備が良ければ始めるんで、ええか。ええで、かまへん、お願いします。よし、行くで。もう最初からなんとかモード使ったけど、ヒーローインモードだっけ、なんだっけ。お余計なこと申した。消えるんか？ほんまにええんか？泣いてくれ、泣きたい日は。泣け泣け。乗り越えたんか？欲しい、買えんか？開いたっぽい。走り出せ、走り出せ、いけいけ、完璧か。明日はシャイニング、どういうことや、輝いてるってこと。そうやな、こんなんじゃないぞ、はるか、こんなんじゃないはずや。ランク B、 さっき S やったのに。予期せぬものが来た。ないな、諦めの言い訳もないな。まだまだだな。こんなんじゃないよな。そうだな、あれこんなんじゃないぞ。自分を信じろ。B 分の A。 ふん、まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。いいんか。明日もきついで、夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。夜の街であれだな。ありがとうございました。芝生に行くんやな。
レベルアップ。お、この極みを覚えれたね、このジェムを使、ソウルジェムを使って。うまくいったよね。お疲れ様、社長。明日からいよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。もう決勝戦？優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとしてあなたには最高のステージを用意してある。何何？最高の？そう、プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらう。メジャーデビューするのが東京でライブ？ええ、原宿とかか。間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができる。長いライブとかも結構盛り上がるかもしれないね。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。確かに東京、わかる？そうだな、はい、それはそうかもな。つまり失敗は許されないってことよ。誰が失敗するか。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。よ、あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。あ、そういうことね。はい。さあ、そうだよな。何百万人にも見られる、何十万人も見られるって。まだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなれば、あなたの帰る家はどこにもない。これも果たして夢なのか？その意味がわかるでしょう。わかってます。私、これ夢なんか？どんなことがあろうと、やめませんから。やらざるを得ない。疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけよ。あのね、はるか。一つ、覚えておいて。どうした？アイドルというのは、多くの人に愛されなきゃならない。わかる？まあそうだな。そして愛してくれる人たち、つまりファンは、いろんな言葉や形でその愛を表現する。そのすべてを受け止めなくてはならない。はい。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。そんなもんか。でもある日気づく、ファンからの愛情は本物の愛情ではない。なるほど。え？ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知ったとき、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。どういうこと？確かに現実はそうだったとしても、それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？どうして？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛のすべてを失ったんだと思ってしまう。そういうことね。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できないの。愛情の形？アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。でも私は知ってる。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫、あなたならきっとやれる。
自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。社長、うん、ついてきます。もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。勘のいいガキは嫌いだよ。私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。パクさん、物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。虐待。長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちはあの頃の私とは真逆で、すごく眩しかった。子供だった私はだからアイドルを目指した。もっとも私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント、その後午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝第一ラウンドの収録よ。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私頑張ります。頑張るしかないんだよな。でもな、もちろん分かってるわ。ある意味人質やからな。着替えも済んだし、堀江さんに挨拶してから帰ろうって。はい、あ今めっちゃ挨拶しようと思ってね。はい、どうもオルちゃんでーす。ということでやっていきましょう。あ、ごめん、中身聞いてなかったさあ、街に出てヤクザとかチンピラしばき回していくか。歌唱力上がるんかな。なんか調べ物って書いてるけど、何かあるん。ロッカーの鍵か。これそういうとこよ、はるか。スキャンダルよ。拾ったロッカーの鍵使って、拾ったものを拾得物横領罪じゃない、はるか。そういうとこよ、スキャンダルっていうのは。見つけてくるんよ。堀江さんどこ？お、いた。堀江も。はるかちゃん、お疲れ。社長に言われてね、アパートまで送るわ。あ、それ危ないからな。準備ができたら声かけてくれる？それとももう帰れる？もう帰れる、はい。何もやることないです。はい、大丈夫です。よし、そしたら行こうか。いや、蒼天。ほんなら行こうか。歩けんのかな、はい、なんかあるぞ。キランキランしてる。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。人一倍って普通やっけ。そうか、そやけどはるかちゃんレッスンっていうか芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ、まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。絡んできそうなやつ一方ねんけど。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？そうか、学校にも行かないといけないもんね。さ、そうだよな。あまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あの、あまり友達が。そうか、これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい、それとこういう仕事してるっていうのが気になる子も。まあそりゃそうだよな、憧れというか羨ましいとかもあるだろうし。そんな奴ら気にすることないって。妬んでるだけや。そんな何、落とし前、落とし前って、バー落とし前って。でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、
僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな、はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします。堀江さん、こちらこそ。明日からよろしくね。よろしくね。あ、ちょうど着いたね。ちょうどってないね。さあ、明日からいよいよプリンセスリーグ決勝戦が始まるで。朝に仕事も入ってるし、今日はゆっくり休んでな。はい。ほなら、お疲れ様。お疲れ様です。意外とドライやな。スッと帰っていったで。一人暮らしか。アジトか。アジトって言うな。はい、ありがとう。リザルトがね、じゃあできます。今日はもう寝ようかな。ちょっとまだ寝ない気分で。いいね、この後ちょっと行こうか。ちょっと待ち、待ち出るか。セーブだな。今回これ終わりましょう。結構時間経ってんのかな、全然わかんないけど。ということで、お疲れ様です。じゃあね、またね。おつです。